ははいこんにちはパーカッションの高文です。この動画ではコンガやジャンベー、花ンなど手で叩くハンドパーカッションの基本のストローク腕の振り方についての解説をしていきます。はいでこういったパーカッション打楽器というのはですねこの打面に対して自分の手が当たりさえすれば、ま、とりあえず音出ますんでですね極論言ってしまえばまどんな叩き方をしようが どんな腕の振りをしようがですね自分が気持ちよくて聴いてる人が気持ちよかったらそれはそれでいいんですよ。ただ、もしあなたがね、こういったパーカッションを使っていろいろなリズムやソロが叩けるようになりたい、効率よく上手くなりたい、体に変なストレスなくですね、こうう手首とか肘とか肩とか怪我したくないという場合にはですね、今回解説するこのストロークを習得する価値は大いにあると思います。でこれから始めるですね、初心者の 方を前提に詳しく解説していきますので、えー、興味がある方はぜひ最後までご覧くださいはいでは早速ですがハンドパーカッションにおける基本のストロークとはこのようなものになります横から見ると でコンパクトに振っている時もこう大きく振っている時もこの動きのメインエンジンはですね体の大体この辺りなんですねで前回この背中の肩甲骨周りをとにかくほぐせと話はそれからだと、まあ、そういう動画を上げたのでまあ、見てない方はねそちらも合わせて見ていただきたいんですけれどもこの話肩甲骨周りをほぐすっていう話がようやく今回のこの 腕の振り、ストロークにつながってきますなるほどいいストロークは分かりましたとじゃあ反対の悪いストロークの例っていうのをやってみたいと思いますはいいかがでしょうかこの違い わかりますでしょうか、まあねこう上手い人からしたらですねいやそんな叩き方する人いるのってこう思うかもしれないんですけれども僕の感覚で言うとですね、えー、初心者の方もうほとんどこうやって叩いてますね、えー、感覚で言うと9割ぐらいの方がだったりみたいな感じで叩いてるんですねなので今回この動画でこの動画で 腕の振り、ストロークとこの腕の振り、ストロークは全く別物であると明確に違いを理解して自分で実践できるようになっていただきたいなと思います。はい、では理想的なストロークの簡単なやり方を紹介しますので、ぜひ動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、ではまずはですねこの背中の肩甲骨周りをほぐします。ほぐしてほぐして、なるべくこう柔らかい状態、しなやかな状態。 緩い状態にしましたらここからですねヨっとトゥースとよろしくとこうチョップするような手の形を作ってくださいでここからですねこの肘から先前腕というんですけれどもこの前腕を左右に軽く揺らして振りますいやいやいやっていう感じですねいや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  いや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 ってこう全力で振る必要ないんで軽く軽くあの緩やかに振ってくださいもう本当に軽く謙遜する感じですねいえいえいえ私なんかまだまだでございますと軽くこう謙遜する感じでこう振ってくださいでこれをしばらくやりましたらですねこれをこのまま自分の体の方にちょっとずつちょっとずつこうやって倒していきますはいこの辺 大体自分の状態の中心大体こうみぞおちの前ぐらいをですねこの手がパタパタパタと動くぐらいでこのイヤイヤイヤを続けてくださいはいこれができましたらこれで完成ですこれが理想的なストロークになりますはいこれを両手でやって これを交互にやると、あ,あもうできましたと。これがハンドパーカッションの理想的なストロークです。これでもうこのままですね、この位置に楽器があって、画面があれば、叩 <laughs> けてしまいますと。やってたのは、ただこう、いやいやいやと。こう振ってただけです。いやいやいやをこう、だんだんちょっとずつこう傾けて倒してきたのを、 このように叩いていると。はい、ではもう一回反対の手でやってみましょう。体をほぐすゆるい状態にして、よっとチョップの形を作る。ここから左右に振ります。いやいや、い,いやいや。いや、いやとこう振ったままだんだんこう。自分の体の方に傾けてくる。で、自分のですね。みぞちの前あたりをこう。ゆらゆらパタパタ揺らすようにすると。 はいでは先ほど言いましたこう初心者の方がやってしまいがちな悪いストロークと今やったストロークどういう違いがあるのかっていうとこの肘から先前腕が大きく動いて見えるのは同じなんですけれども悪いストロークっていうのはですねこの肘を中心にこの肘の曲げ伸ばし でやってしまっているんですね。極端にやると、こういうことです。もうちょっとやめてよっていう、こういうやり方で叩いてしまうと。こうではなくて、さっきやったいやいやいやのストロークっていうのは、こうまあ前腕が動いているように見えてですね、実は動かしてるのはもっとこう根元の方なんですね。この肩、周りを この大きい筋肉で支えて、この上の腕、上腕をこう、回しているんですね。こうっち向きとこっち向きで。極端にやると、こういう動きです。あのヒップホップの人がやる、こう、プッチャヘンザーっていう、こういう、この動き。この動きって、この上の腕をですね、こう、 回しているわけです、ね、すで、肘は全く使っていないと。なので、今回ですね、あ、この動きとこの動きは全く違うなということを頭で理解して、自分の体でできるようになってください。で、分かんなくなっちゃったらですね、また最初に戻って、いやいやいやってやればいい。で、違う言い方をするとですね、例えば、えー、こう、腕相撲。 アームレスリングの形と思ってもらっても大丈夫です。腕相撲するときにこうやってやらないじゃないですか。これって力入んないですよね。ではなくてこう倒すと。これはこの肩回りからこの腕を回転させて振っている動きであると。 じゃなんでこの肘の曲げ伸ばしで叩いちゃだめなのっていう方いると思うんですけれども、別にね、だめではないんですよ。絶対ダメっていうわけではないんだけれども、やっぱこう、手とか腕とかですね、を使って何かしようとしたときになるべくこの自分の体の中心に近いこう根元の方からですね、使ってあげた方が圧倒的にこの運動する効率がいいんですね。小さなエネルギーでより大きな成果を得られる。 でこう端の方に行けば行くほど、末端の方になればなるほどですね、運動効率っていうのは下がります。すごいこう、細やかな動きをするのにはいいんですけれども、なんかこう、大きくエネルギーを生み出したい、しっかりとこう楽器を鳴らしたいといったときには、なるべくこう根元の方を使ってあげた方がいいよっていうお話です。で、この末端、手首だったり、肘をこう、酷使するとですね、やっぱこう、炎症。 を起こしてしてまうリスクが非常に高いのでなるべくこの末端を使うのは最後の最後細かい動きをするとか最終的な音色のタッチの微調整をするのに使ってなるべくこの大きな仕事は根元の方にしてもらおうと今回で言うとこの肩甲骨周り胸の筋肉背中の筋肉で腕を支えてこうずっと多分こうずっと「いやいやいや」ってこう。 続けられると思うんですねこれはこの動きが楽だからです。なるべくこっちの方で仕事をしてもらおうと。はい、ここはちょっと余談なんですけれども、じゃあ、く系以外のパーカッションはどうかっていうのもついでに見ていきたいと思うんですけども、例えばシェイカーってありますよね。はい、シェイカーはこれ,これ、肘の曲げ伸ばし運動なんですよ。 でこうではなくてこう回転運動で振っても全然いいんですけれどもまあシェイカーはねそんなにこう演奏するのにエネルギーを使わないというかむしろちょっと固定した状態で軽くこまやかに振りたいケースが多いのでこの肘の曲げ伸ばし運動を使うのが一般的です。 じゃあタンバリンはどうかなっていうのを見ていくとタンバリンもねこの肘の曲げ伸ばしで振ってもいいんですよはい僕これ結構実践でも使っていますただこのシェイカーに比べては結構楽器自体が重くてエネルギーを使うことが多いのでこのいやいやいやの回転運動こういった振り方をするのが一般的です でこの叩く系のパーカッションになったときに、なんで多くの初心者の方がですね、こういうふうに腕を振って、こういうふうに叩いてしまうのかなって、僕のように考えてみたんですけれども、おそらくはですね、やっぱこう、肘の曲げ伸ばし運動っていうのが、日常生活の中で当たり前の動きっていうか、すごくよく使う動きだからなんじゃないかなと思いました。おそらくね、それでこう手とか腕を使って、何かを叩けて、脳が指令を出すときに、 普段よく使ってるこの肘の動きを採用してこう叩けってこう指令を出してるんじゃないかなと思いました多分この日常生活でねこのいやいやいやのこの動きこの動きをしてる人っていうのはまああんまりいないっていうかこの動きあんまりこのものすごく謙遜する人とか「なんでやねん」ってこう普段からよくツッコミをされる方 はこの動きに馴染みがあるかもしれないんですけれども、まあ、多くの方はねおそらくこの曲げ伸ばしの方が当たり前のように使っている動きであるとなので今回ですね明確にこのこの動きとこの動きは違いますっていうことを覚えてあんまりこの動き馴染みないなという方はですねこうゆっくりでいで繰り返し繰り返し反復してやることでこの動き 脳に覚えさせることができますなのでもうほん本当普段から日常的にですねテレビとか YouTube とかも見ながら手が空いてる時にこうゆらゆらと「いやいやいや」とやりますと。でもっと早く上手くなりたいもっと早く叩きたいっていう方はねこのもうこれだけでいいんですこの「いやいやいや」をこう早く触れるようになればもうこれこのままねここに来ればもうこれめっちゃ早く叩きます。 まあこんな感じでですね、普段の日常生活からこの動きを取り入れて、パーカッションに生かしてください。はい、というわけで今回はハンドパーカッションの基本的なストロークの解説をしました。まとめると、まずは体をほぐして、ほぐれたら、トゥースと、軽くチョップの形を作ります。で、ここから左右に軽く揺らす。いやいやいやと。いやいやいや。で、これをちょっとずつ倒してきて、水落ちの。 前あたりでこれが両手でできるようになればはい完成とこれが理想的で基本的なハンドパーカッションのストロークになりますで今回紹介したこのストロークのこの振り幅っていうのはですね、まあ、実際の音楽の中で使う一番よく使うこの振り幅っていう感じなんですね でここからさらにもっと大きな音で鳴らしたい、例えばソロなんかでですね、こう爆音でドレアと行きたいぜという場合には、これにさらに肘から上、上腕も加えて、まあ、このようにこう大きくストロークをすることもあります。ただ、これはまた別途ですね、違う機会に。 解説しようかなと思っておりますのでまずはね初心者の方はこの基本のストロークいやいやいやから始めてこの動きっていうのを体に染み込ませていただければいいかなと思いますはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったワークショップも行っておりますので引き続きチェックしていただけると嬉しいですそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ